こんにちは、白川志穂です。本日のメニューはこんな感じです。もう読み上げるのやめました。読み上げるとよくわかんなくなるのやめました。はい、あ、チチさん、梅干しを梅干し盗んで食べてたんだ、そう、この時。はい、始まりました。今日もよろしくお願いします。今日はちょっとテーマを決めて話そうと思って、本日のテーマは子どもの子育てにスマホやテレビを排除するのは是か非か。こう今スマホが普及した今、子育てにタブレットとかスマホって欠かせないじゃないですか。なんかちょっとご飯作ってる間にスマホ YouTube で島次郎見せとこうとか、アンパンマン見せとこうとか、あ、それはなんかちょっと合法なのかとか、まあ著作権の問題知らないけど、だから見せとこうみたいな親子さん多いじゃないですか。で、実際なんか多いじゃん、多いから、まあなんかそういうもんなのかなと思って、私も最初はなんかチッチが昼間暇な時間とかはアマゾンとかのなんか英語のアニメとか英語のなんか教育番組とか見せて、英語で耳慣れたらいいんじゃないって思って見せてはいたんだけど、なんかやっぱりその今現代の子って、まあこの近年5年間ぐらいスマホが出てきてからぐらいの子たちって、なんかこうじっとしていられない子が多いんだって。それはなぜかというと、身の回りに光るものとかが多いから、光るおもちゃとかがもう多いから、あ、光って楽しい、初見ね、初見は光ってすごい楽しい、なんかキラキラしてる、なんだろうこれってなるんだけど、それ以上はないわけ。もう光って、あ、光るやおもちゃなんだ、うん、楽しいな、で終わり、終わっちゃうの。それ以上なんかこれをこうしよう、ああしようというかできなくて、その想像力とか探求心とかっていうのがすごい少ないんだって。だから今の子って動物園とか連れてっても、あ、ゾウさんだよって言ってゾウさん見せても、あ、本当だ、ゾウさんだね、で終わりなの。じーっと見てないんだって。ゾウさんってどんな肌の色してんだろう、どんな皮膚なんだろうとか、どういう風にご飯食べてるんだろうとか、そういう風に思わないんだって。だからそれがなんかスマホとかテレビを見せてることによって、そういう子が、まあ仕方ないことなんだけど、そういう子が増えちゃうんだって。だからそれを、その話を私はなんかね、絵本の何て説明すればいいんだろう、絵本のなんかね、外国の絵本店みたいなとこに行った時にお話先生聞いたのね。それでガチャガチャうるさいわねあなたで、その本もね読まないんだって。なんかもう単純に絵本が売れない時代らしいよ。なんか昔だったら家の中に図鑑とか絵本とか溢れてて、それを子供たちが適当に引っ張り出して見て眺めて楽しむで勉強するっていう時代だったらしいの。でも今はもうそういうのが少ないから、だから例えばその絵本の人が言ったんだけど、クジラってクジラの中にもさ、いろんな種類があるじゃん。でも今その子たちは分からない子が多いんだって、今の時代の子は。例えばクジラ、マッコウクジラとシロナガスクジラの絵を並べておいて、じゃあまずマッコウクジラの方を指さして、じゃあこれは何ですかって聞くと、クジラって分かるのみんな。でももうそれはクジラ答えちゃったじゃん。で次にシロナガスクジラの方を指さすと、もうクジラって答えちゃったから、2回同じこと言ってんね。あのもうクジラっていう答えはその子たちの頭の中にはないから分かんないの。もうイルカって答えたりとか、シャチとかって答えちゃうんだって。まあさ、家庭環境によるかもしれないけどさ、なんか昔だったらもう普通に誰しもがもう子供の頃から知ってたようなことを知らないってすごい嫌じゃんと思って、私すぐそういうのすごい影響受けやすいから、もう家の自分の部屋改造して、もう本、とりあえず今ある家の本をめちゃくちゃ自分の部屋に集めて、適当にバって置いといた、置くようにした。なんか話の論点ちょっとなんかずれてるかもしれないけど、そうそう、だからもうスマホとかテレビを見させる時間があったら、その分本を見させようって私はもうシフトチェンジしたの。だから最近はもうテレビのない部屋で一日の大半を過ごすようにしてて、だからうち私今実家に住んでるんだけど、リビングにしかテレビがないんだけど、リビングに
もうテレビずっとつけっぱなしなの。うちのおばあちゃん本当テレビっ子だからさ、ずっともう朝から晩まで、本当朝から晩までずっとテレビがついてて、もうその部屋にいさせたらもうちんちんずっとテレビ見ちゃうの。だからご飯食べる時とかもさ、もうテレビに関心がいっちゃうから全然食べてくれなかったので、テレビのない部屋で初めてご飯食べさせた時にもうすぐパクパク食べて、いつもだったら1時間ぐらいなんかダラダラ食べてたのに、もう15分とかで食べ終わっちゃうの。だからあ、うわテレビの悪影響って思って、テレビって良くないんだと思って、まあいいことももちろんあるけど、まあこんな小さいうちにさブルーライトガンガン浴びせてさ、別にテレビ見せなくてもいいかなってすごい思っちゃった。ブルーライトはテレビから出てないか、スマホだけか、まあまあいいけど、やっぱりさこう新鮮な目には良くないじゃん。新鮮なこのプルプルの目にさ、そんなもうなんかそんなに映像見せなくてもいいじゃんって思って、でもさ、なんか今ってやっぱり IT の時代っていうの、そういうやっぱスマホとかさパソコンとかさできないと使えないといけない時代でもあるからさ、早いなんかあれじゃん、なんだっけあれあれ、プログラミングとかもさ小学校とかの必須科目になってるぐらいだからさ、早いうちからやっぱパソコンとかにも慣れておいた方がいい気もするし、どっちがいいんだろうねって、まあ、若干悩むとこもあるんだけど、その時ふと今思い出したんだけど、その絵本のおじさんがなんかやっぱりね、今ってもう小さいうちからもう勉強もう塾に通わせて、チークのレッスンとかチークの お教室とかも通わせて、もう小さいうちから勉強させちゃうから、なんか勉強が嫌いな子になっちゃうらしいの。なんか小さいうちから絵本とか本とかをたくさん読ませておくと、そのさっきも最初の方に冒頭の方に言ったけど、その探る力とか考える力とか疑問に思う力とか、そういうのが自然とつくから、自然と勉強ができるようになるよって言ってて、なんか小さいうちから勉強をやらせすぎて勉強のやり方をみんなわからないみたいなことも言ってたから、まあそうなんだと思って、なんか昔だったら中学生ぐらいでもう太宰とか読んでましたよって言って、マジと思って、中学生で太宰読んじゃうんだと思って、超パリピじゃんと思って。でもまあうちのちっちもまあ小学生とか中学生で太宰とか読むような、なんかちょっとインテリチャラ男になってほしいなとかもう若干思っちゃったしさ、だから何が正解なのかわかんないけど、私はもう今はとりあえずもう本に囲まれた生活にしたいなってすごく思っているよ。あ、そうそう、あともう一つ思い出す、もうこれはもうなんかチークの教室とかに通わせようかなとか興味持ってる人がいたら、もう衝撃受けた話なんだけど、そのまた絵本のおじさんから聞いた話なんだけど、なんか知ってますかって、知ってますか白川さん、え、何ですかって言ったら、今もう東京の一等地の一番高いチークの教室のもうレッスン内容何か分かりますかって言われて、え、何だろうと思って、え、なんかタブレットとか使ってなんか英語とかやってんのかなと思ったら、あのね、折り紙とか段ボールとか粘土とかで遊ぶんですよ。それも全部昔の子供がやってた遊び、今それが一番今高い教育なんですよって言って、マジと思って、まあ、ちょっと今話し方誇張したけど、そんなことをわざわざ高い金払って習わせてんの、マジセレブリティと思って。でも本当にそういうことが自然とできない子供が増えてるんだって思ったら、もう悲しいよね、悲しみ。私なんてさ、小学生の時とか本当に男子と一緒になんか校庭駆けずり回ってた記憶しかねえんだけどと思ってだから私はまたさ、その日から影響受けちゃって、あ、もうなるべく外にお散歩行かなきゃと思って、もう私すごいインドアだしさ、なんかベビーカーないからさ、ベビーカー早く買えようと思うんだけど、なるべく公園とか連れてこうって思って、なるべく自然に触れ合わせようって思って、すごい心を改めた。でもさ、ちっちさ、まだ芝生に下ろすとギャン泣きするの、あれどうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろう、まあ、そこは悩みつつ、もう少しね、あの、まあ、大きくなってからね、行っても全然間に合うと思うんだけど、なんか子供は早くかな、なんかそういうさ、なんていうの、現実というか現実社会的なやつに触れ合わせなくていいんだなってすごい思っちゃって、だからさ、なんかお稽古事とかさ、すごい活かせようと思ったの、
もうちょっと大きくなったら、まあ、必要ないなと思った。お稽古ごと通わせるお月謝の分、なんか本、絵本買ったり本買ったり、あと外に遊び連れてってあげたりする方が、この新鮮なプルプルの脳にはすごくいいんだなって実感したから、なんかお稽古事とか別にいいよねと思った。これでさ、仕事復帰しちゃったらさ、一緒に過ごせる時間が少なくなっちゃうからさ、本当になんかだから今の時間を大切にして、なるべく今一緒にいる時間の間だけ絵本で一緒に読んであげたりとか、一緒になんかわーって遊んだりとかしてあげようと心に決めたその日かな。だからみんなもなんかなるべく子供と一緒に過ごす時間を増やすのが一番子供の頭にはいいなと思いますよ。バイバイ。